耳から学ぶ H の教え39第6編万教規律第3章瞑想と念仏三昧危機物語。瞑想の喜び。近年キリスト教聖職者修道者の中に座禅を修する人々が現れていることは前にも述べた。こうした傾向もイエスの原点の心に復帰しようとする霊性本能の現れであろう。すなわち自分自身の本質霊我を見極めようとする衝動である。つまりキリスト教や仏教の個別宗教の枠を超えて人間に等しく内在する普遍的本質、つまり霊我への郷愁といえる。キリスト教は信仰の宗教である。その信仰に生きる彼らが瞑想体験を求めるところにイエスの原点すなわちイエスを導いた霊が聖霊への復帰を認めるのである。瞑想には3種類がある。1は瞑想をある種の目的に達する手段と考える。ヨガその他この種の自律的瞑想は多い。2は瞑想を相対的手段とせず、瞑想そのものが絶対への記入、合一であるとする。道元の禅などはこの類である。3は、二のごとく、霊我を瞑想するが、それは単なる鑑賞にとどまらず、霊我を発見して霊我に融合し、霊我に生きるのである。霊我を、自家、薬籠中のものとなし、霊我に生かされるのである。自己ゼロになって、全文他力の世界に生かされゆく生活は、新念仏とも一致し、また、イエスの聖霊に生かされる生活とも一致する。彼ら、キリスト者が、もう少し全体験を深めた時に、必ずまた、ある種の疑問と、もっと道を求める心が、熾烈に起こってくるであろう。こうして、次の飛躍の機会が訪れた時、彼らにとって、京都北山修道院の存在が、意味を持ってくるであろう。禅では、我心自我の浄化まではできても、魂の救済は至難である。ともかく、キリスト者が全体験に興味を示してきたということは、内在の仏性を見ようというわけである。この仏性こそは霊我なのである。先にも述べたように、霊我がさらに育って展開性を帯びてくると、ここに聖霊の働きが見られる。イエスにおいて働いたものは、この聖霊である。霊我を主旨とするならば、聖霊は主旨の開花したものである。霊我である仏性も、仏の主旨であることが一般に認められている。仏性という主旨が開花すれば仏になる。これを、弥勒の世においては、仏法華懐受楽と表現する。本書で用いている胸の親様仏様の実体は聖霊であり、聖霊の働きである。イエスにあって働いた聖霊も、この胸の親様である。それは主であり、天の父なる御方の分霊である。仏教では、如来、阿弥陀如来の分身として、胸の親様に帰依する。如来を宇宙大霊、また絶対真如と言ってもよい。宇宙大霊が内在したところ、すなわち随縁真如が聖霊である。したがって、聖霊を主、あるいは天の父と呼んでも何ら差し支えない。父と子と聖霊の三位一体の秘義も、ここに垣間見られる。禅堂で瞑想するのも良いが、山や森など自然の中で瞑想するのも良い。静かに沈黙して座り、自然の呼吸に、心の波長を合わせていれば、法悦があり、霊感があり、悟りがある。京都北山修道院では、渓流を前に、朝のひととき、大地に座って瞑想する。川、山の緑、清澄な空気、山鳥たちのさえずり、それらは、あたかも音楽のハーモニーである。この自然の気を受けて、右脳が、活発な反応を示す。この右脳の反応と聖霊体験については、念仏三昧において、最も顕著に認められる。念仏三昧の喜び。京都北山修道院は、
山と谷川と森の木立に囲まれ、静寂な環境にあり、辺りに民家はなく、瞑想や念仏三昧の生活に適している。修道院では、時々、7日間と日を限って、別寺念仏という念仏三昧の修行を行う。この間、終始沈黙を厳守し、食事の時間以外は、早朝より夜まで本堂にこもって、一心に称名念仏する。別寺念仏における念仏三昧の最も大きな特徴は、内在の霊我が次第にその相貌を表してくるという点である。魂の奥にある霊我は、元より完成された実体である。その表面を魂、我心、肉我が覆っている。その皮膜が少しずつ念仏三昧によって薄れていくと、中から、つまり霊我から、12の光が映発してくる。次第に霊我が現れてくる前兆として、次の現象などは、誰でもが経験する念仏三昧の副産物である。妙想高華大の光を見る。仏や菩薩、神々を見る。浄土を見る。また、例えば、芸術家が別寺念仏の行に入るとしよう。彼は意識しなくても、別寺中に、彼の感覚は鋭敏になり、彼の才能は、さらに、デリケートに深みを増し、ある、場合、天才的な能力にまで達している。音楽家、画家、詩人、小説家、いずれも、その持てる天分を最大限に発揮し得る飛躍的能力の増進は、おそらく、内なる霊我の光によって、我心及び感覚、霊覚が、短時間に発達する結果であろう。文化勲章を受けた数学者があった。彼は別寺念仏の愛好者であった。彼の左脳の働きとともに、右脳の働きも豊かであったが、彼の才能のひらめきのもとを考えるとき、別寺念仏と無縁ではなかったであろう。学者は、各々の専門分野において、別寺念仏の副産物としての能力の開発を見るであろう。右脳が刺激される結果、感覚が鋭くなり、科学者でありながら芸術的分野にまでその才能を見せる。発明家であれば、別寺で新しい発明のインスピレーションが与えられようし、事業家なら今までよりさらに世の中に有益な事業について新しい構想が浮かぶかもしれない。医者でレントゲン写真よりも正確に患部を霊視できた人があった。ある舞台女優は、自分の才能に行き詰まりを感じていたが、別寺念仏に参加した結果、その後の舞台では驚くほどの心境を見せた。こうしたことが別寺の目的ではないが、別寺念仏には我心の浄化は、元より右脳が刺激される結果、副産物として各々に応じた仕方で能力、天分が最大限に引き出されてくる。北山修道院では青少年別寺というのを行っているが、青少年の心と霊性に寄与するところが大きい。光の洗礼。念仏三昧において、最も大きく自覚されることは、内なる霊我の体験である。すでに、絶対的なものが霊我において完成されていて、それが、徐々に実感となり、悟りとなる。霊我自身には、もはや、浄化も進化もない。霊我は元より完全である。念仏三昧で浄化され、進歩していくものは、先にも述べたように、肉我、我心、個我、そして魂の一部である。そして、魂が根本から救われるためには、さらに、八正道という空無我の修行が必要である。それには、弥勒仏の絶対他力の救済に頼るしかない。魂を救う光は一種の波動である。例えば、ブッダの当時、人々の魂が救われたのは、文法や修行によってではなく、ブッダにお会いして、その説法の絵座に参加し、座っているだけで、魂が、ブッダの胸から放射される光の波動によって救われた。したがって、このことを、当時の人々の魂は直感して、はるばる、音楽から、数百里の道を通しとせず旅を重ねた。彼らは、
命がけで救いを求めていったのである。我が国の法然上人にもこの光の伝統はあった。今京都北山修道院における魂の救済はこの霊的光の伝統による。この光の伝統洗礼は毎月一定の日時に神仏合体の行事として行われている。